ニコニコハロー、ゆうです。皆さん、購入してきました。ゆうは今日何を購入してきたかというと、じゃ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 ーん、年末ジャンボ宝くじを、バラ30枚購入してきました。連番はつまらないので、やっぱバラにかけます、ゆうは。はい、抽選日が、今年の最終日ですね、12月31日火曜日です。皆さんはもう買いましたか？いや、買わなきゃね、当たらないので、ね、この機会に令和元年の最後の運試しと思って買ってみるのもいいかもしれません。なんだか今年の年末ジャンボの当選金額、1等と前後賞合わせて10億円だそうです。10億円、ビッグマネーですね。で、年末ジャンボミニの方もあるんですよね。ミニ購入してないけど大丈夫かな。ミニ購入します？皆さん購入した方がいいかな。なんか、こちらもね、結構大きいんですけど、数字1等と前後賞合わせて、5000万円だそうです。はい、どうしようかな、買おうかな。なんかね、その発売期限が今月の、21日土曜日までだそうです。なんで買おうかな、どうしようかな。迷ってる。はい、年末ジャンボ宝くじなんですけど、今年で2回目なんですよ、実は購入するのが。去年が初めて、人生で初めて年末ジャンボ宝くじを購入して、そうなんですよね、今回が2回目。まあ、いつもスクラッチとかね、ロトとかミニロトとかやってて、うん、で今年で2回目です。懲りずに2回目。あとは、その当選本数もね、出てるんですよ。なんかその年末ジャンボ宝くじと年末ジャンボミニ宝くじ合わせて合計の本数が10万円以上だと、10万9031本、そして、1万円以上の当選本数が161万5031本だそうです。多いのかな、これ。多いのかな、少ないのかな。少ないような感じするけど。まあでもそれぐらいの本数が当たることは当たるみたいなので、もしかしたらこの中に当選が入ってるかもしれないので、もうこれにかけますよ、ゆうは。今日一日はですね、まず年末ジャンボ宝くじを購入して、で、あとは、日刊現代の競馬予想が、で今日昨日の夜にその編集者に競馬予想の原稿を送ろうかなって思ったらね、JRA のサイトを見てみたら、馬番がまだ発表されてなかったんですよ。 Oh no! ですよ、ほんと。今日の昼ぐらいに発表されてたのかな。で、夕方までの、期限だったんで、原稿の期限が。急ピッチで仕上げましたよ。大変だったねえ。でも、しかも2歳の牝馬の予想なんで、わからないって。2歳の牝馬ってわかんなくないですかねえ。いや、でも予想したので楽しみにしていてください。明日発表です。日刊現代の競馬予想は、明日発表なので、ゆうの軸馬は何にしたのか楽しみにしていてください。はい、最近寒くなったから、これ愛用品なんですけど、アウトドアっていうブランドあるじゃないですかの、このモコモコスリッパ、これね、今愛用中なんですけど、ゆう、最近めっきり寒くなって、家の玄関先の廊下とか、お風呂場に行く時ってめっちゃ寒いんですよね。そう、その時によくこれ愛用して使ってるんですけど、そう、めっちゃあったかいの、これ。中がモコモコしてて、で、可愛いですよね、うさちゃん。可愛いですよね。そう、履き心地も最高で、よいしょ、見えますかね、こういう感じで足元がすっごいあったかいんですよ。裏部分が滑り止め式なんで、滑らないように、床が滑らないようになってて、そう、履き心地も最高だし、中も
もこもこあったかくてこれ本当に最高最近のユウの一押しがこのもこもこのスリッパ、まあ、そんなどうでもいいですね、はい、本題に移るんですけど、宝くじ、先週かな、先週ミニロトとロト6を購入してて、ミニロトが1枚、ロト6が2枚購入してるので、当選番号を照らし合わせながら確認していきたいと思います、はい、まずはミニロトからやっていこうかな。そう見てください、この金色の封筒、これに入れて渡されたんですけど、かっこいいですよね。当たるといいにゃって書いてあります。かわいい当たるといいな本当に。ではまずはミニロトからなんですが、そう、いうね、こういう買い方してんですよ最近。5回分かな、5回分同じ番号で買ってるんですよね。そうで、今回は12月3日の分の、当選番号を見ていきたいと思います。はい、ユウの買った番号が02番、04番、08番、17番、28番です。いいでしょうか。ではいきますよ。はい、02番お、渡ってる19番、あー、いきなりそっち行く。25番、うわー、26番、あ、ダメじゃん。31番、あ、ダメじゃん。ボーナス数字が22番、はい、ダメですね02しか当たっていない。チーン、はい、次行きましょう。ロト6が残ってます。はい、ロト6は2枚で、まずはこれからいこうかな。はい、じゃーん、今回も3回分購入してるんですよ。で、12月2日の分の当選番号を見ていきたいと思います。ユウが買った数字が05番、10番、17番、22番、23番、そして29番です。では見ていきます。はい、03番、あー、11番、あー、24番、あー、25番、うわー、連番が惜しい、あー、37番、マジか、40番、そしてボーナス数字14番、チーン、全滅全滅、ダメだよー、マジかーダメだ。次、じゃん、今回はまたこんな感じでね、回数分買ってます、5回分。はい、今回は、12月5日分の当選番号を確認していきましょう。はい、ユウが買ったのが02番、10番、11番、17番、22番、そして33番です。では見ていきます。はい、02番、お、05番、あー06番、あーマジ、20番、マジかー、33番、当たってるけど、38番、そしてボーナス数字が22番。いやボーナス数字がこれ、ボーナス数字がボーナス数字じゃなくて本数字だったら当たってたよー、6と当たってたよ、3つ当たってるから数字、マジかー、全滅、今回ミニロトもロトジックスも全部外れました。いやー、かすりもしないってね、結構悔しいね。いや、前はね結構当たってた気がしたんだけどな、買い方がちょっとダメなのかな。はい、なんか買い方のおすすめってあります？難しいな、はあ、確率の問題だからな、はあ、どうしたら宝くじ当たるんだ、はあ、悔しいまあいいや、ユウにはまだ残ってます、この年末ジャンボ宝くじに託したいと思います。はい、ということで、以上、宝くじコーナーでした。
終わります。バイバーイ。